回はですね、明治大学サッカー部に体験入部させていただきます。明治大学といった長友佑都選手だったり、たくさんの世界でも活躍している選手たちを輩出してるんですが、その強さの秘訣っていうところが、まあ、練習の中に詰まってると思うので、しっかり体験して、まあ、明治大学はこの17年間関東一部から落ちたことがない。ずっと一部リーグに居続けて、しかも近年はもうずっと3位以内にリーグ戦入ってるということなので、まあ、本当に強豪校の中も強豪校で、今日は水曜日ということで過負荷トレーニングといってめちゃくちゃきつい日みたいです。はい、なのでこのやっぱ波を作ってるみたいで、まあ、栗田監督とお話しさせてもらったんですけど、この波を作ってるところのこの波の一番高いところに今日はあるというトレーニングメニューみたいなんで、ちょっと那須大輔鍛え直してもらおうとやってまいりました。早速行ってみたいと思います。すんごいにゃ、乾き乾きにし、やばおっ、おっ、いや、いいっす。何それこれ、脳に来る、目覚める。いや、俺結構覚めてます。さっき眠いって言ってたんで、ね、ちょっと一回、はい、戻すな。これ、なぜ脳に来る、裏切りよくないですよ。あ、目覚める、めっちゃ目覚める、目覚める。大好き、今日はマジでビビってます。ちょっと現役の選手たち、はい、行ってみましょう。今日はなんと人数も少なめって聞いたから、インターバルが少ない。はい、そうなると、はい、嬉しいこといい言葉が出ましたね。強豪校で来るとね、はい、やっぱさすが麻痺出せない、長友選手イズムが残ってますね。嬉しいことは喜んでるし、ね、ちょっと僕も頑張らないとな。体験入部史上一番ビビってます。うわっ、おはようございます。じゃあ合宿に続いてしっかり自分たちを鍛えて強くなりましょう。よっしゃー、おはようございます。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 あの、今日初代だけ、はい、ガスさんね、あの皆さんも知ってると思いますけど、あの今日体験入部ということで、あの幸いに水曜日に来てくれまして、本当にありがたく思ってます。ありがとうございます。どうぞ。まああの厳しいトレーニングの日っていうことは聞いてます。で、まあ、あの僕の意図としてやっぱ大学サッカーだったり、まあ、高校サッカーとかもいろいろ行かせてもらってるんですけど、やっぱみんなのレベルアップ向上だったり、この映像を通してたくさんの人がモチベーションだったり刺激だったり勇気をもらえるので、本当にあの強豪校のこういうね練習取らせてもらえる、あと僕が経験させてもらえるというのはすごく貴重な機会なので、まあ短い時間ですけど本当にあの有意義な時間にしたいのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。改めて、まあ、今日水曜日国家トレーニングなんで、とにかく頭の回転、体のガで、それに合わせてしっかりサックをやるようにしてください。ただ単に疲れることが目的じゃないから、怪我をしないってすごい大事な要素なので、ね、正しいプレーを絶対やるように。だからって遠慮しなくていいからだ。だからやっぱそこの部分はきちっとやって、で、那須は怪我をしないように、あの無理だったらすぐ申し出てください。はい。じゃあ行きましょう。終わったら逆転4、はい、行こう。 OK、終わったら2人組組もう。 OK、2人組組んで押してフォワードランジ、しっかりストップ確認、はい、行こう。右6、左6、後ろから押してあげる。関節の陣地使ってコントロールして、はい、行こうよ、行こう、はい、サイドアーム、はい、行こうよ、行こう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 、矢印向けろ、行こう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 、矢印向けて、矢印向けて、行こう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 、しっかりトップだよ、トップだよ、行こう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 、
ワンアクション。ちょっとぶつかっとって、上半身だけでぶつかんないように。大転身まくっちゃって。それ意識して。ヘッドダンスだよ、ヘッドダンスな。はい、戻ったばっかりだぞ、見てんの。顔上げる、顔上げる。でコーンが相手だと思って遠い足でしっかり基本に忠実に。リアリティ持って、リアリティ持って、そうだ、もっともっともっと大きく。もう2、3回ターン入れろよ、1回になってるぞ。コーンが相手だぞ、しっかり遠い足で。バットチスピード持って。ああ、グッと入って、グッと入って、スピード持って、右持て、森。ナイスナイス、ここに力が入れてる。あ、オッケーです。ロッド打ち上げ、行くよ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 、ああ、もう取られてるぞ。はいはい、あるよ、ありがとう、ありがとう、おそうそう、切り替え、おい、ケイ、守れ、見て見て、はい、前前前見ろ、ミキバック、やばい、もうやばい、もうゴール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 、見えるよ、お前マリアマ、距離、シアトー、どんどん、はい、いくよ、赤、前にアクションくせ、前にアクションくせ、はいよ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 、そうそう、丸、ルーズ下がんな、もう、あー、リードしてもう取れたじゃん、そう、ナイスだ、やりそう、そっちだぞ、優先、はい、もう一回、もう一回、ないないない、ケインついてき、今のはもう、しゃべったじゃん、左、もう開いてるよ、もう開いてるよ、リードして、もう狙ってるぞ、もう狙ってるぞ、もう狙ってるぞ、俺そこ、ここだ、ここだと、おだ、ここで来い、ここで来い、ないだって、ないだって、ここだ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 、
かかれ、おた。ゆう、ゆう、左キャス。前とかかれ、前とかかれ、紫。お、距離。距離、距離。止めろ、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 止めさあ、さあ、さあ、左来て、左来て、左来て、前繋がりたいよ、繋がりたいよ、はい、高野、はい、よ、グロボー無理ライン下げない、ライン下げない、前から前から、トミはい、サボターレ、はい、ナイス、ナイス、トミ、バイバー、勝負できるよ、まだが、止めるまだが、止めるよ、出せ、出せ、出せ、おー、素晴らしい、倒れ、イエー、距離、時間があった、リュウ、ナイス、ナイス、ナイス、守れ、守れ、守れ、3回目、3回目、もう一回だが、守れ、お前、まだ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 、くれ、あー、部長、バダル、あー、くれ、くるよ、あ、森、勝負できる、森、それで、バダルだ、もう次は、こんばん、いや、いや、いけい、いけい、ガサ、左、ガサ、左、こい、リュウ、最後叩きる、叩きる、距離、勝つ、はい、勝つ、はい、リュウ、取る、あ、いけい、監督が言って、目的は疲れるためじゃない。フラットマーカー入れてくれる、はい、はい、フラットマーカー入れて、はい、右コーナー、自分たちがスキル向上で勝つためボールをちょっとセットしてもらって、でも角感、意味が本当に分かりました。ボール回って、エコ、行ってこ、行ってこ、いや、はい、マリマリ、行け、マリ、最初入れ、おー、ナイス、エコ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 、もう一回、もう一回、もう一回、いいよ、続けて、オッケーオッケー、はい、ナイスナイス、ロット、いいよ、入りぞ、ロット、トミーいいよ、前の引きいいよ、前な、タクト、バレている、そう、そういうの狙い、ボー、入ってこい、おー、グッド、前な、ボー、ミキ、いやー、モリー、もうゴール前、モリー、ゴール前よ、前の一周だよ、ナイス、ナイス、バル、ナイス、やった、泳がなってるよ、泳ぐ、全然違う、もう一回、はい、あ、素晴らしい、いやー、ゴール見れない、ゴール、ポジション取れ、ポジション取れ、バル、カス、遅いぞ、おお、どうですか、このサイズで、はい、この広さで、タッチ制限2で、監督が言ってる通り、アクションを設けてと出してが合わないと、はい、ドッキングしてそのままプレスかかって、だからいかに自分でタイミングよく引き出して、その次の人が動く、次の人がサポート行ったらもう一個こうアクションを起こす、次々連続でしてない、この3ブロックで、OK、 1回目2回目やっぱみんなの意識がちょっと変わって、やっぱ崩すの難しい、だけど質がやっぱ高いから、みんな一人一人その好みも判断がしっかり伴ってるから、そのステーションパスにならないようにっていうのは監督も言ってるし、それはもうその通りだと、頭も使うし、はい、サッカーでそのフィジカル的な要素、連続性、攻守の切り替えとか、そういうのはいろいろな複合的にサッカーが入ってるから、めっちゃきつい、これはマジ一体的になる、流れてるからさ、流れてるから次やってた、怒ってんやん、そうや、次やってた、そんな、でもできるの、じゃあ、もうちょいさ、逆に押さない、ピリッとしない、
後半20分、いよいよ一番厳しい時間帯だっていう厳しい時間帯です。よっしゃ行こう。はじめに、4人一組で出ましょう。で、両サイドウィングで、ね、当てて、落としてポシップに、ここから走らせて、で、クロス4枚入ってます。サイド4枚で、シュート打ったらハーフウェイまで戻って切り替えて、そこまで終わった。よし、オッケー、やりきりました。質が高かったら6本で終わる。こっちやってこっち。よっしゃー。質が高かったら6本。はい、行こう。はい、どうぞ。全力で、全力で。近い近い。暴れ。はい、バイバイ。はい、戻ってくるぞ、戻ってくるぞ、簡単。待ってねー。おー、終わった。違う。ここ楽しない、楽しない。タクト、楽しない。はい。行こう。走れ。おお、すごい。全力で、入ってこい。おお、すごい。すごい。すごい。バラ。はい。おお、ナイボー。ナイボー。ナイボー。3人だぞ。次は来ました。おい。おい。ラスト。オッケー。じゃあ、お前オーバーラップして。おい。ラスト、ラスト。ナイスタッチ、ナイスタッチ、ナイスタッチ。うわぁ、あぁ、戻れ戻れ。ナイスタッチ、ナイスタッチ、ナイスタッチ。決めたら終わり。よっしゃ、行こうぜ。ナイスボール。戻れ、走ってくる、走ってくる。ラストだ、延長戦いくよ。じゃあさっきの、ね、7対7分かれてゲームいきましょう。はい、行こう。疲れました。デザート、デザート。海入ったみたいな。デザート行こう。デザートあるみたい。デザート行こう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 。暗いよ、暗いよ。よっしゃ、デザート行こう。よっしゃ、1人目、5、4、3、2、1。
上げれ3、2、3、4目線下げない4、2、3、4 5、2、3、4 6、2、3、4 7、2、3、4ラスト浅いです8、2、3、4 9、2、3、410、2、3、4 OK あともう1セットねあともう1セット準備してスタート1、2、3、4 息ちょっと早い2、2、3、4 3、2、3、4 4、2、3、45、2、3、4 6、2、3、4 7、2、3、4 8、2、3、4 目線下げない9、2、3、4 10、2、3、4 ラストラストワイドクローズいいワイドクローズ各自で10回10回の20回やって終了フィニッシュはいコーチはい各自でどんどんやっていいよああちゃんと出してケツ抜けないケツ近いスイッチ入れてお腹もスイッチ入れて抜けない目線モリー目線はいやばいショートカットよっしゃー、あっちは1、2、3、4、5、6、7、810分に軽く巻いてちょっとやりたかったんだけどみんなが終わりたい皆さんありがとうございましたよっしゃ楽勝でした冗談ですいや本当にあの強度高くて、まあ、監督最初言ってたけどみんな分かってるつもりで結構できてない人がきついためにあのトレーニングしてるわけじゃなくてサッカーするためにこのきついトレーニングをしてるっていう目的を絶対に忘れてほしくないしあのこれどこのカテゴリー行ってもそうなんだけど結局目的が例えばだけどさっきさキーパーの子とセンターバックの子がなんかこう話し合ってたでしょ
あれ全然話し合うことはいいことなんだけど、ただその感情だけをぶつけないで、その事象を解決するために話し合ってほしい。感情ぶつけるの別に OK、 その目的がしっかりしてれば。だからその目的がはっきりしてないと、ただぶつかるだけのことになってしまうから、このトレーニングは勝つためだし、自分が試合に出るためだし、だからそこを絶対にぶらさないでほしい。そしたら必ずその先につながってくるし、そうやって結果自分のことをずっとやってればチームのためになって、チームワークが良くなるから、お互いが質をどんどん高め合ってやっていけるチームだから、このチームは。だからもっと大学サッカーを引っ張ってほしいし、いろんな人たちに影響を与えて勇気を与えてほしいと思うので、本当に貴重な時間でした。ありがとうございました。はい、あのお疲れさん、終わりましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。俺体験入手で初めてリタイアしそうでした。強いなりの理由が分かりました、練習やって。はい、まあ、でも最後のゲームはね、本当楽しくやらせてもらったんですけど、非常に有意義な、非常にきつい体験入手でした。まあ、でも関東一部、あの本当強豪校明治大学、どうにか完走はできました。これから明治大学サッカー部インカレとリーグ戦が残ってます、はい、なので皆さんね、ぜひ応援に来ていただいて、明治大学の選手たちの勇姿を見ていただければと思いますので、この動画がいいと思いましたらチャンネル登録、高評価、コメントのぜひよろしくお願いします。それではどうにか生き残って帰ってきました。また頑張ります。お疲れ様でした。イエイ。